哀れな子羊よ、バイオハザード RE4 やる時間がやってきたぞ。このパートの始めはな、お前を嫌顔でもナイフ縛りでやろうという、そういう魂胆だ。さあチュートリアル十分楽しみたまえということでね、まあ、今回もねナイフクリア目指してやっていきましょうね。まあ一部ねハンドガンとかね、なんか投擲武器等々をね使うっていうところはあるんですけれども、まあ、そこはもうご勘弁くださいっていうところですね。まああまりにも下ったら仕方がないかなっていうところなんでね、はい。ということでロイスセーラー、なんかやっぱあれだね、うん、かっこいいねルイス。こうやって見てみたらね、なんかこういうなんだろうな、長髪とまでは言わないけど、でも長い髪、あのこういうサラッとヘアっていうのかなが似合うやっぱ男になりたいけど、僕の願望としてはね、人生で一回は、ね、金髪にしてみたいって。ああ、あのチャンネル登録よろしくお願いします。唐突にやってくるお願い事項ということですね。お前は誰かを探してる。はい、でまあお前誰かを探しているということでね、僕はいつだってね、あの本当心の拠り所を探してますよ。誰か僕を癒して。若い女性。ああ若い女性ということで、ああ何か反応したな。え、そんな。そんな女性に合うお店があるのかって、今すぐに紹介しろよって、うん、ね、あの若い女性に反応したということでね。どこへ。ただの性欲の塊っていうね。誰かを古い教会に。いやー本当にもうみんなね、やっぱね、あのどの季節でもね、いろいろとね、あのなんか事情をつけて、あのやっぱエロいことをねキャッキャッとしようっていう、やっぱあると危ない。あ、出た、説教したら長そうなおじさん来た。甘いわ、痛い。今ので歯何本か飛んでたよ。多分あのなんか汗っぽいやつ飛んでたの、歯何本、あでも歯飛んだと思ったけど、めっちゃ歯切れだったわ。でこれに出てくるやつさ、歯は汚いけどさ、あの歯並びだけは非常にいいんだよね。容赦がないね。まあこれぞザ殺人ってやつですな。はい、ああということでありがとうよ。まだ終わってないぞ。もうどっちの方が危ないかって言ったらね、どっちかって言ったらやっぱね、あのサングラスにジャケット着て、しかも後ろ真後ろがもうドクロつけてるっていう時点でね、もうこいつのチャラ男感が半端ないよね。でちなみに左手につけてるのおそらく成功じゃないか。全部アイテムがなくなってる時計。あでもあれかな、なんだろうな、なんだっけ、スイスなんとかだったっけ。ターゲットの居場所をつかんで、まあ、とりあえず、まあ、なんかあるということで、彼女は教会にいる可能性が高い、はい、じゃあナイフクリアを目指してやっていきましょう、ね、まあ果たしてナイフクリアできるかどうかわかんないですけど、どう、まあ一部ね繰り返しになるんですよ。ハンドガンを使わせていただきます。やつのことを調べられる。うさんくさい、よかったね。うんくさいじゃなくてよかったよ。少し時間をちょうだい。はい、了解です。あなたは教会へ向かって。はい、向かっていきます。まずはここから出ないと。これは開けれ、まあ、誰にする、ない、無理。よし、じゃあ走っていきましょうね。こいつはあれなのかな、なんだろうね。よし、じゃあ登っていきましょう。で、よし、オッケー。しんちゃん今です。まあ、いつでもいいんだけどね。いつでもいいんだけど、まあ、とりあえずなんとなく、なんとなくちょっと言ってみたかった。今ですって言葉。はい。で、こいつね、いつまでも伝えたくて。ガキーン、あんまいいわ。ふい、ふい、ふい、ふい。オーケー。まあ、本当はなんかここにハメハメするのが一番、上手なやり方らしいんだけど、確実に、パリ失敗したらね、終わるから、っていうらしいんだけど、どうしよっかな、これやる？でもなんかね、無理な気がするんだよね、こいつをやるのって。あーすげー。人間、ナイフで切られたら蒸発して溶けるものみたいな。まあ、ナイフで切らなくても大体溶けるけどね。そして、ヘンガン。お、この野郎、世界で一番人気者だからって言って。あ、でもあれらしいっすね。なんか、なんかに人気なアニメキャラ、なんて言ったらな、人気キャラクターって言ったらいいのかな。人気キャラクター世界ランキングでいくと、なんかどうやら、1位ドラえもんらしいっすね。やっぱり、で、3位が、ミッキーマウス。そう、3位がミッキーマウスで、2位がキティちゃんらしいっすね。ってことはやっぱり猫の方がネズミよりも強いっていうね。そこで序列作るんかいみたいな、そんな感じなんだけど、優勝。うん。はい。で、これ勝手にやってくれるから楽だよね。ああ、お帰りなさーい。で、返してもらうぞ。返してもらいます。カチャコン。オープンセサミン。
で、Up here, stranger. なんかここで実は机広げて待ってるのかな。こっちだ、そこのあんた。だいたいこいつもさ、あの、得体の知らないやつに対して、あの、お気軽になんか言われてる。いきなりやん。いきなりじゃないですか。いいっすよ。取り引きしてあげましょうか。ちょっと待ってよ。そうなんだよなぁ。いろいろとね、危ないからね。で、依頼を。依頼をからつけてくれてありがとうございます。さすがだな。信用に足る腕前ってやつだ。あなたのためだ。新しいの入ってるぜ。で、違うんだよね。どんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。こいつはいらない。プライマルナイフはいる。で、千、あ、ちょ、ここら辺はいらない、いらない。めっちゃいる。これはいらない。で、ガンパウダー S と、ここら辺はいるから、じゃあ、これで。サンキュー。大した金にならなかった。こっちの回復量の方があるじゃん。医療を怠らねえのは関心だ。一時が万事だぜ。あ、なんだ、めっちゃもうあれなんだね。で、じゃあトレードは、あー、なるほどね。三点バースとかいるかって話だよね。俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか。持ってないのに持ってることになってるね。金業秘密ってやつだよ。俺にもいっぱい秘密があることないよ。人に言えないような、エッチな秘密って本当に全然エッチじゃないけど。ということでさあ行きましょうか。ここどこだよって。ここはですね、スペインでございます。はい。あ、おばばだ。おばば甘いわー。おばば甘い。えてててててて、おば、お前、おばば、お前、せっかく今アーマンをやったのにさ、この野郎、いきなり。背骨そんなことなる？あ、ちょっと待って。足が吹っ飛んでった。ちょっと待って。え？おかしくない？なんで左足だけストッキングつけてんのよ。ねえねえねえ、どういう趣味？まあ右手だけスリーブをつけるっていうのはバスケ選手なんかであったりするけどさ、左足だけストッキングを履くなんてことは、まあそんな珍しいことはおそらく起こんないわな。ということでまあこっから修羅場ですね。果たして僕はここをクリアすることができるんだろうか。あら、げっそー。ということでね。まあ、いろいろと危ないことが起こるんだろうけど。うえ、課金危ない。うわ、課金危ない。うら、課金、あ、ちょ。一体ずつまとめて始末しようと思ってたのに。あれ？なんかどっかから多分危ないのが落ちてきたんだろうな。やばいぞ。違う。俺こっち来たかったんじゃないんだよ。ありがとう。おい、オッケー。あー、何も持ってないやつのが危ないんだよな。だからどっから出てきたんだよ、あの後ろのやつ。ほい、やばい、あぶれ、よし、あぶれ。あ、ちょっと待って、アーマーめっちゃ崩れてる。どっか危ねー。ちょーっと待って、カオス。全然スニーキングもクソも減ったくれもねえわ。ほい、カッキン。あ、ちょっと待って、カッキン。音だけは立派にパリーした感じになってる。ほい。あーけー、普通にストレートパンチ。キック。あら、ちょっと待って。これ、こいつパリーできねえんだ。パリッパリー。ちょ。やばい、死ぬ。パリッパリーとかなんか、あの、ちょっとふざけたことを申し上げてると、そういうことになる。やばい。危ない。ほら、おいつか。お前らさ、キック。あー、やばい。やっぱここはあれだね、一瞬目でやった時もカオスになったけど、こうなるよね。後ろからすげえ首の折れた女の人が走ってくる男だったわ。前世はきっとオカマだった。あの、最近なんか弟から急にさ、ちょっとブルーホースこれ見てやってなんか送られてきたりとか。あの、皆さん、クレヨンしんちゃんのマカオとジョマって知ってるかな？大塚さんとか田中さんが声優やってるやつ。あの、なんかさ、あのマカオとジョマが急に遊戯をやってる。後ろ2体も危ないのがいるだし、足が勃起してる、落ちる勃起。足は勃起するものです。あー、ちょ、やったい、危ない。おー、吹っ飛び。ふい、甘いわ。あ、ちょ、こっちの方が甘かったわ。やばい。あ、なんか、やばい。ありがとう。課金、あれ、ちょっと待って。課金してくんない。あれ、ハリーが全然発動しない。あ、ちょっと待って。登るつもり、あー、落とされた。
いや、いや、あ、パン、バカン、うん、そこはおちんちん。お、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 え、きき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 、よし、ちょ、起き上がったらダメ、おちんちん、おちんちん、ちょっとおライフ、全然針発動しねえ、クソ、アーマーが、あれ、まだ、まあ、バカタレイ、そんなセクハラ禁止です。おい、山だの、逃げるのだの、しまってる、出す、しまってる、出す、しまってる、出す、開けぽよ、開けた先にもまだ地獄が待っていたい。あれ、アーマー壊れてる、これ本当にやばいな。このペースで回復アイテム使ってると、おじさん大丈夫、ガキン、ほら、あ、ガキン、あ、ちょ本当に、あ、本当に、あ、やばい、はい、さよなら、お疲れ様でした。どっから取ってんだよ、甘いわ。セキュリティぶっ壊して、あー、痛い、ほら、この、あ、出た、説教 G の間に、ウニュウジー、あー、すごいことになってる。これ今俺食らった、やばいぞ、これはもうダメな気がしてきた。これはもうクリア無理っすね。相場エッソー、どこ場エッソー。いやー、めっちゃハンドガン使いたいわ。ハンドガン使って、あの遠くからもう、なんだろう、めっちゃいやらしくネチネチやりたい。オープンセサミ、ドン。あ、でもいつの間にか橋落とされてるし、逃げ場っていうか逃げ道が一個閉ざされてるね。で、どっから投げてきてんの、さっきから。どこにいんのよ、上、あれ違うね、あ、自爆した、やいやい、めっちゃ自爆してんじゃんこいつら、なんで。あー、まだどっかいるね、ルビー、ここ来てる。音楽ってか、めっちゃハンドガン打とうとしてるけど、違う、ハンドガン打っちゃダメよ。あの、あー、おー、え、すげえ、今完全にダイナマイト切り刻んだよね。ない、え、ちょっと待って、もう一回やろう、ガキン、あれ、あ、ダメだ、そういうのはちょっと無理って。てか、まだそこまで届いてなかったよね、ブリティンで。これで終わり、終わってなさそうだね。めっちゃ音楽流れてるね。あ、おばあちゃん。え？やめて。あぶね。このなんか、あ、やった。救済措置。でん。おかしいよね。普通に考えて、顔面傷。あ、ちょ、ダメです。その発狂しないでください。もう本当に夜だからって、そんなさ、急にさ、私のせいやかーっつって、そんな、あれ、でもどこ、なんかどうせやるんだったらもう全員まとめて始末しちゃいたいですけど、登ろう、こっちにいるか、あ、やっぱいたね。もう高台からパンチラしながらこうやってやってくるのダメですよ本当に。おばあちゃん、おしまいです、おやすみ。邪魔だよ、めっちゃ怒られてるやん、めっちゃ怒るやん、レオン、ほら、ほい、どうなってんのこれ、物理法則を明らかに無視している。まあ、切り刻みまくりましょう。よし、終わりかなと思ったけど、ちょっと待って、あそこにいるな、あれ、でもあいつ落ちてこないよね、どうする。よかった、今日だけは見逃しといてやろう。ということで、じゃあ戻ろっか。いやー、大変な戦いだった。ということで、チャプター2前半戦クリアということでね。まあ、区切りがいいんでね。後半も、あとちょっとしか残ってないんですけど、なんだろう、ステージの長さ的にあとちょっとしか残ってないんだけど、まあ、とんでもないやつが残っているっていうことなので、一旦ここで。やべえ、白物が手に入ったんですか、じゃあ、やべえ、白物、俺にもくだせえ、やべえ、白物。違う、完全に壊れちゃったんで。あ、金がねえ。あ、そんな罠があるのか。
金がないという罠がある。いつも食うならいいな。本当にしよう思うよね。本当にやらしく思うじゃん。こいつもいらねえんだよね。サンキュー。ね、してます。いやいや、あなたこそいつも私の命を救ってくれてどうもサンキューでございます。で、そういうくだらないこと言ってないで、ハンドガン。ほんでもって、どこまでハンドガンの弾を貯めてね、まず村長ぶちのめせるかってとこだよね、本当に。OK。じゃあ、区切りがいいところまで来ましたんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。今回も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して、明日もお楽しみいただけたら嬉しいです。じゃあね、またお会いしましょう。バイバイ。